君を目指してここまで来た。ならその実力を見せてくれ。友情。腕を上げたじゃないか。キリトと歩いていくためさ。今の俺たちが相手なら誰にも負けないよ。キリトが一緒なら心強いよ。俺もだ、ユージオ。今回はお強い聖豪騎士様も味方だしな。そうだね、アリスも一緒で頼もしいよ。そうですね。ところで、お前たちとはまだ決着がついていませんでしたね。いやいや、勘弁してくれよ。冗談ですよ。お前たちの強さはよく知っています。頼りにしていますよ。ああ、俺たち3人が力を合わせればどんな相手にも負けないよ。キリトについて話したいところですが。そうね、今はその時ではないですね。頼りにしてるわ。こちらもです。今やるべきことは目の前の敵を打ち破ること。俺が前に出るから援護よろしくな、アスナ。了解、サポートは任せて。いいですか、二人とも。この戦闘は味方との連携が大事な戦いなのですよ。ああ、もちろん分かっているさ、アリス。そうね、みんなで力を合わせれば敗北などありえません。俺たちの実力を相手に見せつけてやろう。よくこの剣を使いこなせるな。すごいだろ。弟が私のために作ってくれたんだ。合体もできるなんてすごいギミック。これを使い分けながら戦うなんてライラちゃんにしかできないと思うよ。大したものだろ。弟ほどじゃないが、お前らの腕前もなかなかだぞ。弟さんのことを尊敬しているんだね。その剣を使って負けられないよな。当然だ。さあ行くぞ。出番ね。私しっかりと戦えるかな。何弱気なこと言ってるのよ。頼りにしてるわよ、リズさん。私もサポートするから安心して。リーマさん、ピナ。ほら、一人じゃないよ、シリカちゃん。はい、皆さんと一緒なら大丈夫ですよね。さあ、3人と1匹のチームワーク見せつけてやりましょう。ああ、あんな、それ、勇気。頑張ろうね、アスナ。勇気が一緒なら心強いわ。僕たちが力を合わせるんだもん。誰にも負けるはずがないわ。なるほど、私たちの世界にはなかった武器です。これを使いこなせるとはさすがですね。敵を狙ってるシノノンの姿もかっこいいよね。ちょっと二人とも、アスナの魔法もアリスの剣もどちらも素晴らしいじゃない。それぞれが異なる強さを持っているということですね。そうね、正直負ける気がしない。私たちが力を合わせれば敵なしよ。